ぼちぼち時間だ。来てるみたいだけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとう、みんな。分かってる。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。変態が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。あビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕にバツ印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たみたい。諦めの悪い奴ら。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。
もうここに用はない。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。もうパクリ女にかまってる場合じゃねえってのに。この感覚を待ってた。この手で三十三刀流奥義三千世界。いきますよ。このままじゃまた逃げられる。こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。行きますよ。始末させてもらうぞ。みんな死になさい。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。これ以上の暴挙は許しません。どきなさい。あんた誰？
俺の名はサンジ、海の一流国、この国に手を出すな。ここはアチシが守る。こんなペラチョココックに苦戦なんて冗談じゃないわよ。こんなふざけた野郎にここまで手こずるとは。わかったわよ。マジこっからマジお前の狙う。参ったわ。呆れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。家に付き合ってる暇はねえんだよ。
これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。全身刃物人間、打撃斬撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝ったら俺は鉄でも切れる男になってるって。アキラ、俺は今まで剣士と名乗るのに傷一つつけられる。お前の過去は知らん。そういう思い出話はアルバムでもしまっとくないでな。憎たらしい。何と言うの。安らかに死ね。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟あるか、上等。一刀に居合い、死死孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。抵抗しても無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすために、ある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃士を探して砲撃を止めなきゃ。
攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。サン！ドン！ソン！ソン！サン！ドン！ソン！ソン！悪いけど、サーの命令よ。念に入れろ。まさか砲撃手か？あの男、もしかして砲撃手じゃない？手間かけさせてんじゃねえ。攻撃手はどこだ。砲台を受けるような場所を考えれば分かるんじゃねえか。ならねえ、高いところだぜ。ゆずめ重力サン、ゆずサン、ゆずサン、ソンソン。何度も目にしてる。そういう場所だよ。場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。何度も目にしてる。そういう場所だよ。攻撃手はどこにいるの？答えて。一番高い建物の上だって聞いたぞ。邪魔しないで。殺しかねない。誰
ロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。姫様たちが来たの。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。見つけた。麦わらの一味、包囲を開始してください。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。助かったぜ。女に構ってる場合じゃねえってのに。もうここに用ない。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。この敵を待ってた。このままじゃまた逃げられる。こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。三刀流奥義三千世界。まだ正義この手で三刀流勇気を切ったな。たちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスの社長のクロコダイルなのよ。そんなだとして全体目標をバロックワークスに変更して。社長命令。
始末させてやる。みんな死になさい。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手だ。仕方ねえ、もう片方は俺が引き受けた。この感覚を待ってた。三刀流奥義三変世界。ここはアジシが守る。こんなシナチョコップに苦戦なんて冗談じゃないわよ。ここまで手こずるとは。でも切れる男になぜかと言ってやれ。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられたことはない。お前の過去は知らねえ。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときな。いくつたらしい女だぜ。お互い様だ。何分持つかだ。スパークリング お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけどサーの命令よ。念に念を。攻撃者はどこだ。砲台を置けるような場所を考えれば分かるじゃねえか。あの男もしかして砲撃手じゃない。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。それ
目にしてる。そういう場所だよ。こいつ、まさか攻撃した。この野郎。それが。邪魔しないで。殺しかねないで。攻撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。攻撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。わかった。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。
間に合わねえぞ。早く見つけねえと。こいつがポーネグリフか、ニコロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら、私にも考えがある。ワニはどこだ。ぶっ飛ばしてやるぞ、あいつ。あの奥、ワニっぽいな。
よし、やるか。ふっ、水か。水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてる。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かって。まだ返してもらってねえから。お前が奪った国を。おかしなことを言うやつ。国はこれからもらう。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぜ。あいつの国なんて。ここが本当にあいつの国ならもっと荒けられるはずだ。どうあっても俺をぶちのめしたいらしいな。俺もお前を目障りな敵と認めよう。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうすんの。ビビオ、人には死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てしまえばいいと俺は。死なせたくねえから。仲間だろうが。やばそうだ。これをどうやる。壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。よっ、うっせろ。アネボボウッツパッパよっ。ガソリンだ。ボボボヒッドルグランドセット。よっ、グランド死に。ヒボボウッツタクト。そこまでだ。しまった。体を。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。
死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを。勇敢な海の戦士に俺はなる。メソメソすんな。うわ、やロビン。メリー号が直せねえ。一方、その頃。金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。
あれはロビン？何してんだ？入手を決まったけど今はこれが先だ。何が何でも奪い返さなきゃならねえ。これは俺たちの船を修理する大事な金なんだ。返してもらうぞ。罪に問われねえのよ。ウソップ危機はあるか、チョッパ。船はよ、どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。お前を倒してメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもな。やってみろ。ちょっと流れ星、そんなもんやめてよ。これ以上戦you
まったく。あいつらがアイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえ。俺たちを探さなきゃいけねえ。アイスバーグさん、麦わらの一味め。チキショウ。ロビンを捕まえるんだ。何もわからねえ。ロビン本人が認めてんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。なら、ロビンはもう一度アイスバーグ、そこを捕まえるぞ。情報が街中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。造船ドックの方はまだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。麦わらの海ってのはどこだ。してくれたじゃないの。お前がフランキー、俺はお前をぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。おい、造船ドックの方が騒がしいぞ。人を集めろ。これじゃ情報を集めるどころじゃねえ。ガレーラカンパニーに乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに目立つものを破壊すれば注意を引ける。俺が
正々堂々正面から突入してロビンを探せ。行ったそばから正面突破か。不可能じゃねえが、骨が折れそうだ。よっ、行ってボール。まあ、作戦なんて聞いてくれないわよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。騒ぎを起こせばいいんだな。ロビンのために俺も頑張るぞ。死んでもここは通さねえぞ。相手してる暇はねえ。どきやがれ。応援に来たぞ。帰り討ちだ。また新手か。くそったれが。ここで止めろ。迎えたらガレーラの恥だぞ。ガレーラカンパニー一体何人嫌がるんだ。ロケット道を開けろ。連中はやられちまったのか。こうなったら俺たちが食い止めるしかねえ。もう現行犯もクソもねえな。ガレーラカンパニーに侵入するぞ。あれがロビンちゃんの本心とは思えぬ。もう一度会って話すんだ。ニコロビン。古代兵器プルトンの設計図。そのもう一度お前に会いたい。多くの犠牲が出るお前が世界を滅ぼす前に。アイスボーイズ。お前邪魔するな。まだロビンとの話は終わってねえ。すんだか。我々 CP9 は勇敢な海の戦士に俺はなる。
俺の秘密基地に押しかけて襲ってくるとは何が目的だこれ。簡潔に話せ。俺たちの本職は世界政府の諜報部員だ。お前にはこの意味がわかる。ここへ来た理由も。おい、お前巻き込んで、すまねえ。何巻くんだかわかんねえが、今は協力した方が良さそうだな。フランキー、我々はもう全て知っている。お前の本当の名はカティ・フラン。8年前に死んだと言われていたトムのもう一人の弟子だ。どうやって調べたか知らねえが、見事なもんだな。そろそろ時間だ。連行する。狙撃の島の狙撃具。目指すのはあの塔だな。待てルフィ、まずはこの門を抜けなきゃならねえ。さあ帰れ。この門は通さねえぞ。反則じゃねえか。囲んで対処しろ。この程度の門ぶっ壊しちまえばいいんじゃねえか。
君のせいで作業ができねえ。助けてくれ。なんだよ。もたもたすんな。まだ先行くぞ。おお、あの分厚い扉ぶっ壊しとる。諸君気をつけたまえ。前方で海軍が待ち構えているぞ。裁判所の門を俺たちが開ける。一気に進むぞ。ここの守備を任されよう。知れねえ。頼むぞ。おい貴様ら、門に何をしている。この門、先ほどの門とは違うな。硬くて壊せそうにもない。俺たちなら開けられる。任せてくれ。じゃねえな。上に登れば最後の建物が見えるか。いつまでも海軍に付き合ってる暇はねえ。先を急ぐんだ。おいお前ら、先行ってるぞ。よっ、ゴムの、ゲット。
した。みんな、ルフィに置いてかれないよう急いで。政府の玄関にここまで踏み込んだ男は、お前鳩のやつと一緒にいた牛、子供のバズーカ、心をしろ、子供のピストル、いつまで暴れる気だ、いつまで、ロキ様らとの戦闘力の差は我らの屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな、でもなんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるなら俺はもっと強くならなくちゃ、仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！こんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。お前らとここで会ってよかった。それでまた強くなれば。六式使いが負ける。ゴムゴムの王